ゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。はい、はい、そうですね。ということで、まあ今日で4月が終わるという、うん、そうです ね、まあ、そういう3連戦でしたけども、はい、付き合いがあって流れが変わるよって、まあよくあることで、うん、やっぱね、付き合いが変わると非常にこう調子が上がってくるチームがあるというね、まあそういうこともあるし、うん、でもその兆候が出てきたチームもあるということですね。そうそうそう、はい、でさすがベテラン、はい、ね、まあ、いろんな人がいると思うけど、まあ、強烈な、ね、ホームランを打った人もいれば、うんね、強烈な同点タイムリーを打った人もいるというね、ね、あの人かなみたいなね、あの人かなこの人かなっていうのをねちょっと楽しみながら、はい、ね、で看板は今日もちいちゃんということね、お送りしたいと思います、ね、ちょっと動画が長いというお叱りをね、なんかこう受けた、お叱りというかご指摘ね、ご指摘が、ね、はいはい、あったんで、ちょっとね、ぎゅっと内容濃く手短にしたいところですが、多分盛り込んじゃうので、まあまあそうだね、うん、はい、まあ、頑張ってね、コンパクトにしたいと思いますが、はい、はい、まずはセリーグ、セリーグからです、ね、はい、こちらは、はい、こちらはというか全試合ね、今回は3試合ずつあるので、ね、はい、はい、ということで、DeNA3 連勝、阪神2勝1敗、ジャイアンツが2勝1敗で勝ち越しということですね。そうだね、はい、はい、まず中日、DeNA、うん、ね、中日の方は3連戦に小笠原、松葉、うん、高橋宏斗、はい、ね、DeNA は今永、大貫、東と、はい、ね、まあ、両方ともこうエース級のピッチャーを並べてきたということなんだけども、うん、まあ、初戦1対0、今永が7回115球、うん、12三振、はい、三振取ったね、また今日も0点ということで、ね、でヒーローインタビューでこういうこと言ってた、はい、投げ合う小笠原、うん、チームも鼓舞し、やっぱその、ね、あの3連戦の初戦なので、うんうん、やっぱ相手を乗せたくなかったと。だから、まあ、相手より先にはマウンドを降りちゃったけども、はい、あのそれを意識して投げたと、うん、やっぱ彼をエースだというふうに認めて投げてたんだね、うん、うん、ただこの牧が決勝タイムリーを打ち、はい、ね、中日はダイソーの高松が飛び出したという、うん、まだまだチームが若いなというね、まあ、そんな感じはしたんだけども、はい、この中でドラフト2位の村松という選手、はい、これが今永から2安打したという、うん、これはねすごくやっぱり自信になるのかなっていうふうに思うよね。はい、ただ DeNA は1対0、こういう試合を勝てるというのは、うん、やっぱ強いなっていうような感じがした。ねえ、こう締まった試合というか ね、はい、はい、で2試合目は、まあ、大貫、うん、松葉と大貫か、4対7、はい、ね、まあ、DeNA 中日は自滅、うん、あ、デッドボールなどを支給、うん、そういうのを重ねちゃって、まあ、押し出しはするわ、そのチャンスで DeNA は畳みかける、うん、代打楠本がタイムリーというね、はい、あ、まあ、中日の若田選手が育ってるんだけども、はい、やっぱりちょっとゲッツを取るときに守備でのジャックルだとか、うん、それでゲッツが取れなかったりだとか、うん、せっかく相手が強烈ないい当たりを打ってくれて絶好のゲッツのボールなのに、まあ、弾いてしまってゲッツが取れずに点をやるとか、うん、だからすごくもったいないんだよね、うん、だからもう少し守備がしっかりしてくれば打てるようには多少なってきてるから、はい、まあ、楽しみだなっていうふうには思ったね。なんかね、こうエラーっていうふうな記録にはならないような、そう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 、ちょっとミスみたいな感じが多かったですかね。はい、3戦目、あ、この試合またね、あの三島投手が3勝目ということでね、うん、3勝目だよ、素晴らしい、すごいよな、やっぱ運があるんだよ、やっぱりね、そういうことですよね、うん、はい、で3戦目は高橋宏斗と東、うん、ね、東9回完封、はい、ね、97球、うん、マダックスって言われてるね、投球の数なんだけど、うん、はい、まあ、4安打0点、2塁を踏まさないという、まあ、ほぼ完璧というね、はい、うん、で DeNA の方は5回に3安打を集中させ、うん、牧がセンター前2点タイムリーという、うん、まあ、高橋宏と小笠原が勝てないとやっぱ苦しいなということと、うん、DeNA はどんなゲームでも対応が効くということね、今。なるほど。じゃあ接戦になれば、うん、投げ合いになれば投げ合いのペースに持っていくし、うん、打ち合いだったら負けないよみたいな、まあ、そういう、まあ、DeNA がなんか非常に盤石だね。
まあ楽しみなのは5月3日、はい、バウアーが投げるという、ついに、ね、ついにベールを脱ぐというね、はい、本当のね、まあ、一軍での、うん、はい、そうだね、まあ中日頑張るということで、はい、はい、ということで3連勝の DeNA でした、はい、そうだね、はい、でヤクルト阪神、うん、阪神、ヤクルトは高橋奎二、小川、はい、吉村、うん、やっぱ高橋奎二、小川というのは左右のエース級だからね、はい、で阪神、大竹、村上、才木、うん、まあ勝ちを持ってる、今乗ってるピッチャーが投げるということで、うんうん、で1戦目、はい、15点を取った阪神に反動があるかなと思ったら、はい、初回いきなり3点を取るという、うん、ね、でダメ押しが大山という、で、まあ、佐藤が良くなる、はい、で井上が勝負強さを見せる、だから非常にこう流れが良くなってきてる、うんうん、でヤクルトは5回の攻撃1死2、3塁で、まあ、チャンスだったんだけど、並木がさ強行に行きゃいいのに2、3塁ということは1塁手もベースについてるんじゃなくて前進守備してるんだよね、はい、うん、そこにプッシュバントやってもさ成功の確率ってものすごい低いんだよ、うん、でセーフティースクイズでもないしさ、うん、サードランナーが中村、ね、キャッチャーの、うん、その足を考えた時にやっぱ強固なんだよね、負けてるし、うん、ああいうところでちょっとそういう消極的なことを考えたのはちょっとやっぱ連敗中なのかなっていうふうにちょっと感じちゃったけどね。なんか意図があったんですかね。やっぱ自分も生きて満塁にしたいとか、まあ、そういうことはあったんだろうけども、まあ、あんまりそういうこと考えるんじゃなくて負けてるときは思い切っていってほしかったね、うん、せっかく先発で使われてたからね、はい、はい、でこの試合から山田が戻ってくるというね、うん、はい、まあヤクルトにとっては負けても、うん、まあ、山田が戻る、うん、打ってくれたら勝てるというね、うんうん、まあそういうことかな、はい、で1戦目見たときにはやっぱ村上が打たなきゃダメだなっていうふうに思ったね、うん、はい、はい、で2試合目は小川と村上、はい、村上、うん、ね、ピッチャーのね、ピッチャーの村上、はい、8回101球2安打0点、はい、もう素晴らしい、25回無失点というね、うん、はい、でこの試合で佐藤が2本のホームラン、うん、近本が2本のタイムリー、非常にいい流れで、うん、やっぱ阪神は来てるというね、はい、まあ、ヤクルトの方は2試合連続完封、うん、まあ、打てない、うん、ね、でその試合で坂本誠志郎、はい、マスクをかぶる、うん、スタメンでかぶると7戦7勝という素晴らしい負けないキャッチャーを持っているといや、やっぱね、それだけピッチャーを引き出すことがうまいのかなっていうような感じはするよね、まあ、バッティングも好調でね、うん、本当は梅ちゃんがレギュラーでいなきゃいけないのが、うん、梅ちゃんがちょっと打てないんだよね、うん、で坂本がこう見るに兼ねてこうかぶるときに、うん、7戦7勝というね、だから素晴らしい成績を残してくれてるという、だから素晴らしいよね、これはね、この記憶って、ね、うん、それにしても村上やっぱり、ね、コントロールがいいわ、はい、でね、うん、惜しいことに、うん、長岡にフォアボールを与えちゃったんだよね、はい、今シーズン初めてというね、うん、投げ出して1個目のフォアボールを与えたという、うん、やっぱボールのこうスピンはいいし、なんていうのかな、こう投げるタイミングがパンと早いんだよね、だからタイミングが少しずつ刺されるというかさ、食い込まれるというか、まあ、そんな感じのピッチャーだよね、だからまあこのピッチャーはやっぱこう受賞していくだろうなっていうふうに思うね、はい、で3戦目、はい、で吉村才木、はい、ね、4対2吉村おめでとう、ねね、プロ入り初勝利ということで、本当で前回もね言ったんだけど、はい、やっぱこう変化球がすごく高めに浮いたりだとかさ、うん、非常にして痛打されるんだけども、はい、だけど今回はやっぱり低めに丁寧だったね、うん、低めに丁寧だったし、まっすぐもそこそこ来てたし、まあ何よりもこうテンポとコントロールが良かったわ、うん、あ、だから、まあ、立派な初勝利だなっていうふうに思ったね、被安打も2ということでね、そうだね、はい、奪三振は8、はい、はい、まあ、立派なね初勝利だと思うんだけど、はい、もうこの試合で村上が援護してくれた、はい、で犠牲フライを打ち上げてほしい時には犠牲フライ、ツーアウトランナーサード、タイムリーが欲しいって言った時にはタイムリー、うん、ね、やっぱりやってほしいこと、例えば自分でやりたいこと、それが徐々に表現ができるようになってきた、うん、
ということは調子が上がってくるということだね。なるほど、うん、だからそういう意味では非常にいい試合だったかなって、うん、ヤクルトにとってはね、連敗も止まったし、うん、7で止まったということで ね、まあ、ルーキーが止めてくれたね、うん、で阪神はやっぱ初回満塁のチャンスで、うん、まあ、井上が三振という、はい、うん、ここで流れを一つ、つかめなかったということと、はい、もう一回6回にね、うん、中野がホームランを打って、はい、あ、流れが来るかなって、押せ押せ来るかなと思ったら、その後に、まあ、ノイジーと大山がポンポンと取られたという、うん、まあ逆を言えば吉村がそこで流れをやらなかったということね、うん、だからまあちょっとつかめなかったかなっていうような感じがしました。はい、で阪神の2勝1敗という、はい、ヤクルトはどうですかね、これから打撃というか好調になっていきましたね。まあサンタナいいしね、うん、で山崎が 1,2 番どっちか打つようになってきて、うん、やっぱこれ経験者だし、うん、だから非常に味もあるしね、うん、だからここら辺でチャンスを作ってくれれば、まあ、山田村上、まあ、サンタナとかね、うん、オセナとかつながっていくから、うん、だから村上でストップしてたのが村上がこう考えてることを表現できるようになってきてるから、なんか流れは良くなりそうな気はするよね。ね、このね一勝がきっかけになると。あ、そうだ ね、ただね、連敗してる時にプレッシャーかかりすぎだわ、外野フライ落とすしさ大事なところでほんでさ、村上もファーストにやっぱそういうエラーの後だけに丁寧に投げようと思ったらボール落ちてるしなだからまあでも今日一勝したということでやっぱ全然気持ちも変わってくるだろうしね、うん、まあこれからやっぱりヤクルトらしさ、ノリノリのヤクルト、まあそういうものが出てくるかなっていうふうに思う。はい、はい、そうなっていくといいですね。そうだね、はい、はい、セ・リーグ最後、うん、ジャイアンツ対カープ、はい、ね、うん、高橋優希、はい、グリフィン、うん、ビーディで、広島の方は遠藤、コロニエル、アンダーソンが投げたんだけど、はい、まあ、1試合ね、坂本の2本のホームランで勝負を決めるという、うん、はい、で高橋優希が投げたんだけど、うんうん、もう原監督決断したね、すぐ点を取られてスパーンと変えた、はい、横川、直江、田中、うんうん、ね、このリレーで行って対戦につなぐんだよね、はい、でこの3人のリレー、まあ、横川が勝ったんだけど、はい、中4日で2勝した、うん、2勝目を挙げたということで、はい、まあ、直江も良かったし田中も良かったしね、うんうん、で対戦につなぐ、はい、で広島9回、うん、対戦から2点を取る、諦めない姿が素晴らしい、ね、まあ、ここら辺がやっぱ広島野球って言われるね、うん、ゆえんだと思うんだけど、はい、やっぱ代打の松山が非常にいい味を今年出してるよ。この時点、打った時点で4割4分4厘ぐらい打ってるんだよね、はい、で繋いで、で菊池もいい、で出た菊池が2投を決めて、はい、1打同点までのチャンスを作ってくる、うん、これは必ず次の日に繋がるというふうに思うよ。うん、だから素晴らしい、まあ巨人も巨人らしいホームランで、坂本の2本のホームランで勝つとかね、はい、そういうことで、先勝していくんだけど、うん、でグリフィンとコロニエル、うん、秋広のホームラン、ねね、初ホームランが出て、ちょっと別動画でも取り上げました、ね、別動画をちょっと見てくれると詳しくやってるんだけども、はい、まあ、その後、うん、栗林が出てきて、中田翔選手、岡本がフォアボールを選んだ後に、はい、初球のフォークを、うん、逆転さよならと、ね、ホームランを感動的な、まあ、指定コンビで、はい、ね、勝利をもぎ取ってくるという、うん、ね、だからまあ巨人の方はやっぱりホームランでやっぱ勝つなっていうような感じがしたんだよね、うん、で栗林4敗目、はい、ちょっと心配ですね、うん、うん、ちょっとねやっぱりこう自信がなくなると、唯一自信のあるのがフォークだったのかなと思うのが、はい、フォークに偏りすぎてたね、だから完全に読まれてたという、うん、まあ、中田初球を迎えるまで20球投げてるんだけど、その中の13球が全部フォークという、その回のその回それまでの打者にってことですね。そうそうそう、で、うん、カットボールが4球ぐらい投げてんだよね、うん、だからまっすぐは 3、4球しか投げてないんだよ、はい、ということは中田に完全に読まれたというね、うん、でここで一つ提案なんだけどさ、はい、坂倉は確かに素晴らしいキャッチャーにこれからなっていくと思うんだよ、うん、
だけど広島は素晴らしい相澤というキャッチャー持ってるじゃない、はい、で栗林がやっぱ苦しんでる時っていうのはやっぱベテランである相澤に9回任せてやってもいいのかなっていう。なるほどね。まあ、あそこが一番キャッチャーとしては成長するところなんだけど、うん、やっぱ栗林のことを考えるとやっぱ相澤をねかぶらして相澤のリードを坂倉に見さしておくという、うんうん、その特に今の栗林投手の状態を考えるとっていうところも踏まえて、そう、そしたら相澤だったら中田に多分初球まっすぐで様子を見たかなと思うんだよね。なるほど。何を待ってるかなっていう、うん、だからその余裕がやっぱなかったというね。だから栗林を救うためには相澤というやっぱいいキャッチャーのを使ってあげる抑えのキャッチャーとして、うん、坂倉がダメって言ってるんじゃなくて、うん、坂倉はこれからもっと良くなるキャッチャーだし、うん、だからそういうところは栗林を救うためにもやってあげた方が良かったのかなっていうふうには思うけどね。なるほど、うん、はい、はい、3戦目、はい、リーディとアンダーソン、うん、ね、あ、その前に、うん、コロニエル、はいはい、絶対勝てます。これ言い忘れましたかみたいな。言い忘れました。これ絶対10勝できるピッチャーだから。なるほど。うん、だからあのコロニアルね、うん、今回勝てなかったけど頑張って、うんうん、はい、はい、で BD とアンダーソン、はい、ね、11対4で広島の勝ち、うん、一発攻勢、うん、ね、上本、秋山、マクブルーム、磯村、松山がこの日先発で使われて、うん、先制タイムリー、はい、ね、連敗してたけど、広島はやっぱ跳ね返す力があるな、うん、で今日はね感じたのは、うん、栗林を休ませる、うん、絶対で登板してきたとしても3点差 やろうじゃないかっていうような、ちょっと気持ち的に楽にね、そう、うん、だからそういうね心のつながりをね感じるチームに新井監督がするんだな。なるほど。あ、だからすごく戦ってる姿が巨人に連敗してるっていうような感じの姿はもうみじんもなかった。だからこれからちょっとまた勢いが出てくるかなっていうようなね、はい、これは一体感をものすごく感じる、うん、ゲームをした。だからこの3連戦見てても諦めない姿勢で大勢に向かっていったりだとか、まあ、最後まで追い詰めたけどひっくり返されたけど、うん、次の日やっぱりそのなんて言うんだろう、反発心を持ってね、うん、もう大量得点で勝つというような、うんうん、まあ、そんなことができたから、うん、だから広島は少し乗ってくるかなっていうふうに思うのね。なるほど。ああ、じゃあこうね、最初というか、うん、この間までもすごい勢い、今広島状態がいいよっていうところから、うん、ちょっと落ちたんだけどね、うん、また上がってくると思う。上昇しているような感じですかね、はい、もう言ったように月が変わると、うん、ね、流れが変わる、はい、恋の季節だから。恋、5月、恋というのはあの恋の恋ね、ハープの恋のね、はい、そうそうそう、はい、で行くよ、逃げられちゃうよって知らないよ本当に絶好調の DeNA、 もう本当になんかね何しても勝ちますね今。いや、もうどういう戦いに対しても、うん、ちょっとあの応じれるような準備ができてるね、うん、投げ合いになったら投げ合いにするし、うん、打ち合いになったら打ち合いに持っていくし、はい、だからそういう意味では盤石かな今、ね、で次のカードが広島なんだよね、横浜スタジアムで、はい、ここだよ。これね、今さっき言った広島の勢いがあっての、うん、広島の一体感があってね、うん、一体感あって、うん、調子が良くなってきてて、うん、DeNA と当たってどうなるか、そう、うん、これがどうなるかっていうのがやっぱ次のカードのまあ目玉かな、うん、まあそんな感じがします。はい、以上セリフです。はい、はい、はい、続いては、はい、パリーグです。はい、パリーグです。はい、こちらはオリックス2勝楽天2勝はい、日本ハム2勝で勝ち越しということですね。はい、はい、こちらも全3試合ずつありましたが、はい、まずオリックス対ロッテ、うん、ね、オリックスの方は山崎幸也、はい、山本由伸、うん、山岡、はい、ね、ロッテの方は佐々木朗希、うん、メルセデス、うん、種市という、はい、初戦に佐々木を持ってきたというね、朗希をね、うん、まあ ZOZO で投げる以外で初めて、まあ、ドームで投げたり別のところで投げるんだよね、うん、で ZOZO ってやっぱ風があるから、佐々木朗希の、うん、フォークをより落としたりだとかさ、変化球がものすごく曲がる、はい、ま
まあ、それ以外のところで投げるということは、うん、どうなんだろうっていう楽しみにしてたんだけど、うん、まあ、いきなりちょっと捕まったよね、うん、やっぱそういう影響あるんですかね。まあ、まあ、立ち上がりっていうこともあるし、まだリズムが できてないという、はい、立ち上がりもあるし、確かに風がないっていうことでバッターも打ちやすかったと思うんだよね。なるほど。ただやっぱ杉本に打たれたりだとか、はい、森がタイムリー打ったりだとか、うん、したけど、やっぱこのバッターたちは調子がいいね。今ロッテの、あ、ロッテではない、今そのオリックスのね、うん、そういったメンバーっていうのは結構活躍がね、目立ってますね。まあまあそうだね。だからまあいきなり3点は取られたけど、うん、これはやっぱり立ち上がりということと、まあオリックス打線の調子の良さっていうのもあるよね。うん、だから佐々木の課題というか、はい、やっぱね、フォークを思いっきり腕を振って投げると落ちすぎるんだよね、落ちるんだよね。それを止めるキャッチャー、ちょっと弾いちゃうんだよ。止めるキャッチャーが欲しいなというね。ただこの試合で日本最速165キロを記録したという、はい、まあ、大谷に並んだという ね、 ね、これはもうちょっと早くなるかなという感じはするよね。すごいですよね、はい、でこの試合で、まあ、延長になったんだけど、はい、若手の藤原、うん、山口、はい、まあ、こういうのが打点を挙げて勝利に導いたという、うん、で佐々木朗希もやっぱこう最後点が入った時なんかものすごく喜んでたしさ、うん、やっぱこれは WBC に行った影響の一つかなというね、うん、みんなやっぱ勝利を目指して戦ってるから、うん、その一員になるというね、うん、投げ終わったとしてもね、はい、2戦目、はい、3対2、うん、ね、ツーアウトから3連打で逆転、はい、ね、山本がやっぱ先に失点してたんだけど、うん、まあ、茶の太田、宗ね、はい、この3連打で一気に逆転をするという、まあ、一気にっていう言い方をすると大量点かなと思うけど、はい、まあ、逆転をしただけという、うん、ね、そんな大した点は取ってない、でも逆転はしたという、ね、はい、で山本が6回98球4安打、うん、6三振、まあ、1失点ということなんだけども、はい、もっと三振があってもいいのかなっていうような気もするけども、うん、まあ、少しやっぱり疲れを感じるかなっていう感じがした。うーん、どうですかね、フォアボール3つ、うん、まあ、安打は4ということで、まあそうだね、うん、まあ、フォアボール3つっていうのは山本にしてはちょっと多いよ ね、 ですね、うん、やっぱりちょっと疲れからが警戒しすぎるところもあるのかな、相手のバッターをね、はい、で藤原が打点、中村が、中村翔吾ね、はい、上がってくるかなっていうね、うん、まあそんな予感。まあ中村翔吾もすごく悪かったんだよね、ロッテの中で状態が、うん、まあ、これが少しずつ上がってくるかなという感じはしたね、この3連戦。なるほど、はい、はい、で最後は山岡、種市、うん、まあ、ロッテはね、この藤原が珍しく落球するんだよね。お、まあ落球って言ってもいいと思うよ、うん、でポランコが球際に弱いという、うん、だからここら辺のその守備でまあ、失点をしていくんだよね、うん、で、まあ、オリックスは中川が、まあ、大活躍、うん、若月がサヨナラを打つということでね、はい、でこの3連戦すべて1点差、そうですね、うん、2勝1敗でオリックスが制すわけだけども、はい、やっぱこの差っていうのはやっぱミスであったりだとか、まあ、そういうことに尽きるね、うん、まあ、ピッチャーもよく両お互いが頑張ってたんだけどもさ、はい、やっぱちょっとしたミスがね点になったりとかするんで、うん、まあ、ロッテの方はそのミスから勢いを失わないように、うん、でオリックスの方はやっぱ1点差を勝てるっていうのはやっぱ投手力、うん、また平野っていうのが今年しっかりしてるわ、抑えもね、うんうん、ベテランでね800試合登板をしていったけども、ね、はい、あ、すごい数だよね、ね、うん、ほんと、はい、ということで次は西武対楽天、はい、西武の方は今井、高橋コーナー、与座、うん、楽天の方は田中、マー君ね、はい、藤平、うん、尚志、まあ、ルーキーだけども、はい、ね、で初戦 4-0、7四球、うん、今井が、はい、もう6回ノーヒット、3勝目だって、なんかピンとくる、7四球、相当悪かったんだなと思うんだろうけど、うん、でも6回はノーヒット、3勝目。なんかすごいアンバランスな内容ですよね。そうだよね。でね、やっぱね、荒、うん、球ってね、うん、まあ、難しいんだよ。そういうことですかね、その日、うん、あのね、打席に立ってて、うん、どう感じるかというと、
ボール球打っちゃいけないっていう気になるんだよね。うん、やっぱ70球あると、はい、でまあ本来もともとがそんなにコントロールが良くないピッチャー、フォアボールをくれるピッチャーだから、うん、なんかちょっと楽天のバッターたちもちょっと消極的だったんだよ、ボールを見ようとか。なるほど。そしたらなんか要所要所は締められるというさ、うん、だからちょっと楽天打線が消極的だったなということと、うん、まあ、西武の方は奥川君ツーラン、はい、牧野ツーラン、うんうん、ね、マークに援護点なし、まあ、そういうことで今井が勝ったという、うん、ね、ちょっとそれで次の日、はい、高橋光成対藤井蘭、うん、ね、8対2で楽天が勝つ、高橋光成負けたという、ね、で立ち上がりね、良かったんだけど、はい、攻撃を見てた高橋光成、うん、一矢満塁、うん、点にならなかったんだよ。逆にそれを抑えた藤平が、うん、そこから調子を上げていくんだよ。なるほど。で、うん、高橋光成は立ち上がり良かったんだけど、うん、その攻撃を見てちょっとガクッときたのかな、うん、なんかちょっとペースがつかめずにパンパンパーンと打たれるんだよね、うんうん、ちょっと精神的にしんどい感じになっちゃったんですかね。そうだね、まあ、うん、それで藤平がピンチを招いた時に、はい、ここで伊藤にスイッチするんだよね、はい、でバッター栗山、うん、このダブルプレーで、まあ、流れが止まってしまったと、うん、追い上げてたんだけどもね、はい、うん、で、まあ、ミスとかエラーとか、まあ、楽天ちょっと今年多いんだよね、うん、まあ、あったけど鈴木大地、島内、フランコなどがホームランを打ち、うん、まあ、逃げ切るという、はい、でこの試合で中村君、おかわり君、はい、465、はい、ついでに2000奪三振を食らうという史上1位、2000、はい、2000をね許してくれるバッターってなかなかいないんだよ、うん、これ勲章だよ、さすがおかわり君、うん、ね、200まで2000まで行くかみたいな、ね、でもね、460本打ってる、ね、500まであと40本ね、ね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、またね次の目標に向かってね、はい、はい、で3戦目もうね、いろいろもうごちゃごちゃあったんだよ。6対6まで行くんだけどさ、で9回、うん、もう楽天もミス多い、うん、三塁手が悪いのかセカンドが悪いのか、うん、ね、あ、ゲッツーで終わりやなと思ったら、うん、取ったけどよ、ボールがさ多少それてんだよね。それを落球して本当に、ね、一三塁になって、これはどっちがいけなかったのかなってちょっと話しましたけどね、うん、で松井裕樹が、うん、ね、叩きつけて1点差になり、うん、ね、ツーアウトランナーセカンドになったんだよ、はい、だ栗山、うん、2000本安打もう打ってる、やっぱさすがだな、うん、センター前にね、な、一難去ってみたいな感じでしたね、はい、で同点に追いつくというね、はい、で同点に追いついたら、あ、でもこの同点に追いつくきっかけを作ったのがおかわり君なんだ、うん、今日4本ぐらい打ってるからね、うん、すごいでしょねえ、うん、今もう絶好調ですね。ただこういう流れの時に、うん、やっぱね、もう勢い的にはセーブじゃない、追いついた方じゃない、うん、でも10回に杉大地が先頭打者で出ていって、うん、まあ、送りバントで送った後西川がね、うん、ライトオーバーで、まあ、決勝点を叩き出すんだけどさ、うん、やっぱね西武っていうのはある程度なんて言うんだろう、勢いを持ってたよ、うん、でやっぱ楽天どうかなって今井高橋コーナーよざってくるからさ、はい、まあ、どうかなと思ってたら、高橋コーナーに今井にやられた後、高橋コーナーにもう積極的に振りに来たんだ、うん、で今日も与座に対して積極的に来たんだ、うん、やっぱね一つね今井の6回ノーヒットがきっかけになったよ、帰って、うん、だから積極的になったもん、うん、楽天打線が。なるほど。で、今日勝ったことによって今シーズン初の連勝ということ、ねね、だからこれはね少しずつ上がってくるかなと思う、楽天はね。本当ですね。だって昨日京都両方2桁安打ですしね。そう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 、急に、そうそう急にねでそのまで1安打とか2安打だった。そうですね。だから打てるバッターだとか、うん、やっぱ実力者多いのよ、うん、やっぱ気持ちが前を向くかどうかだよね。はい、ということで最後、はい、日本ハム対ソフトバンク、はい、ね、加藤、噂、メレズ、
でソフトバンクは石川、東山、藤井、初戦3点リードされた日本ハムが同点に追いつくんだよね、はい、万波のホームランとか、うん、そういうことで追いつくんだけど、はい、やっぱ最後はやっぱり4番の差が出たかなという延長戦になりましたね。そうそう、柳田のスリーラン、野村がチャンスを生かせなかったというね、やっぱ4番ってさ、やっぱそういう打順なんだよね。ね、不思議とね、不思議です本当に。で打てなかった日本ハムが負けるし、うん、やっぱこう打った柳田、まあ、スリーラン、これで勝負を決めるというね、うん、まあ、そういうことだったんだけども、やっぱ野村頑張れと思うよね。思いますね本当に。そしたら次の日、うん、ね、上沢対東山、はい、3対1で勝つんだけど、うん、野村がホームラン打つんだよ、1番バッターで。そう、やっぱね、ここら辺がうまいのは新庄監督がやっぱ気分転換させてやったな。なるほど。うん、であのまま4番で使ってまた打てないともうどんどん落ちていくし、うん、でも一回ちょっと1番もう積極的に行くような打席をちょっと作ってみろということで、うん、1番に使うと、まあ、ホームランを打ち、うん、まあ、気分ヒーローになってんだよ、でやっぱ気分転換が功を奏したかなという。でその試合で上沢が7回8安打10三振、はい、1失点というね、はい、まあ、8安打も打たれながら10三振を取る、うん、やっぱこう少しこうペースをこう緩めながら、ここって言った時にピョーンと上げるギアチェンジがうまかったね、この日はね、はい、だから10三振も取れたし、うん、1点に抑えることができたという、うん、でこの試合で田中正義がフルス相手にセーブを上げるというね、はい、うん、嬉しかったろうね本当にね。ねえ、ソフトバンクの時は何をしてたんだって思うけどいやだけど本当に良かったなと思うね。で上川畑が、まあ、あの先生の2点タイムリーをこの試合で打ってるというね、うん、まあそういう試合でした。はい、はい、で3戦目、うん、メレズ、藤井、はい、5対1、うん、日本ハム、はい、メレズとマルティネス、うん、32年ぶりの外国人バッテリーという。いやもうなんかちょっと不思議な感じしましたね、こう。まあそうだね、キャッチャーが外国人で、しかもちょっと体格がでかいよね、はい、でもマルティネスはね下手じゃないよ、ね、あれ日本人が投げてくるボールの質とか、うん、どういう組み立てをするかと覚えたらいいキャッチャーになるかも、うんうん、キャッチャーがこう大きいとピッチャーに投げやすいんですよ、ね、多分単純に投げやすいんだろうな、うん、うう的が小さいよりも大きい方がいいな、そうですよね、うん、っていう、そうだよね、感じもしました、はい、で、はい、この試合は5回の攻防、うん、ソフトバンク一死満塁、はい、ここは1点しか取れなかったんだよ、はい、で勝負をかけたんだよね、うん、回に変えて、リチャード、そしたらピッチャー変えた、そしたら柳町、はい、代打の代打を出してきた、ほいね、そしたらまあタイムリーは打つんだけど、うん、それで1点は取るんだけどさ、はい、やっぱその後が続かなかったね、うん、せっかく下位から上位打線に回ってきたのに、はい、ちょっと上位打線の見守りが悪いわ、ちょっと今、ああ、ちょっとバッティングの内容は今日は悪かったね、うん、うん、で逆にね、日本ハムはその裏、はい、矢沢がプロ入り初ホームランでしたよ。おい、そうでしたよ、伸びしろあるからね、彼はねいや、はい、本当に自分で言うぐらいだから、そうですよ、いやでも見事なね、うん、まあ、飛距離のあるホームランだったけど、うん、まあ、その後、はい、ね、磯畑が続いて、うん、塁に出て、で走るタイミングが良かった、うん、一番アルカンタラのやっぱ変化球で勝負球来るだろうなって言った時にスタートをかけて盗塁を成功、三振はしたけど松本剛が返すという、うん、だから1点じゃなくてこう2点を取れたというね、うん、その松本は2本のタイムリーを打ってるという、はい、だから非常に日本ハムもソフトバンク相手にもう引きを取らなかった、うん、非常に状態は上がってきてるというふうに思っていいと思う、うんうん、ね、はい、はい、頑張った楽天日本ハム、ね、前回 ね頑張れ楽天日本ハムだったんですが、そうちゃんと勝ち越して、そうよね、ね、で今度多分楽天とロッテが戦うんだよね、うん、ロッテは状態良かったけども、うん、楽天が状態上げてきてるだけにどういう戦いになるか、これがやっぱパ・リーグの一つのポイントを握るかなっていう。なるほど、日本ハムは西武とですね、そうだね、うん、はい、はい、まあ楽しみだね、
はい、はい、ということで月が変わります。次はそうで、はい、ゴールデンウィークに入るし、うん、ね、体調壊さないように、ね、もう移動とか大変だから、人もみんなが移動していくし ね, 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 ね。そしてゴールデンウィークはバウアー投手が投げます。それも楽しみですね。楽しみだね。はい、はい、それではまた期待してます。はい。